はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はサマナーズウォーをやっていきたいと思います。サマナーズウォーなんですが、はい、今回なんですが、ワールドアリーナ2対2チームバトルをやっていきたいと思います。はい、大会ルールです。パートナーとタッグを組んでバトルを行うコンテンツです。最後にモンスターが生き残ったチームが勝利するリアルタイムアリーナバトルです。攻撃の際に相手モンスターの中から対象を選択できますが、攻撃スキル対象効果は対象のパーティーのみに適用、はい、などなど書いてあります。はい、今回フレンドの方をと一緒にギルドインさんのフレンドの方と一緒にやりたいと思います。許可は取ってます、もちろん。はい、というわけで、こんな感じで、招待して2人でチームを組んで始めることができて、チャットもそれ専用のチャットが書けます。で、最初のバトルとかあんまり勝手が分からなくて、ちょっとなんかあんま動画にできなかったので、何回かして良かった、試合を今やってます。モンスターをこの選ぶところまで後付けなんですが、その後のバトルは、リアルタイムで撮ってあるので、そちらはリアルタイムで実況していく形になります。というわけで、私がアメシで、相手が、バステと、で私のパートナーさんが、風オラクルプラン、火が吐くと火を任務書を選びました。私は風パン水パンでも、もう一人の相手が、風オラクル水ハウル。このね、選ぶのがね、で相手の一体を選んだと一体バンするので、それもいろいろ考えなきゃいけないんですよね。で相手が光孫悟空と、風デーモンで、私のパートナーさんが風ユニコーンとでですね、本当なんかパートナーさんはめっちゃ強いんですけど、私めっちゃ弱いんで、本当サポートしますって感じです。はい。で相手は水魔導士で、私は水をあれ水オカルトちゃんとしました。はい。で相手の番をします。私はバステトが怖いかなと思ったので、バステトをバンしました。で私のチームなんですけど、多分アメシがバンされるだろうなと思って、であと回復薬入れてなかったなと思って、この最後は水オカルトちゃんを選びました。はい、リーダーはオール体力のアップで、はい、あとは攻撃速度になってます。はい、始まりました。ですね、実は何戦かしていて、今回なんか最初の方は全然なんか慣れてなくて、慣れとあと何戦か普通に撮ってたんですけど、なんか iPhone が重くて全然撮れなくて、これは撮れてるといいなと思って、今回からちょっとピックアップと戦闘を分けて録画してます。ますように。でね、何回か戦ってて思ったんだけど、まず絶対免疫がいる。免疫いないと速攻で狙われて、なんかデバフをつけられてしまう、きつい。あと相手もやっぱ免疫をつけるから、なんか剥がすモンスターが必要だなっていうのが思いました。で私は本当に、あ、ピークハグに私のパンダ君が封印されました。はい、でも頑張ってサポートしていきたいと思います。私のパンダさんは一緒に組んでる方はめっちゃ強いので、おお、水をオカルト、風オカルトちゃんがやりました。やばい、減らされている水オカルトちゃん、動け。ここね、水
風ユニコーンの手に剥がしてかつ持続ダメージも与えられるっていう、いやマジで足引っ張らないようにしないと、まあ足引っ張ってんだけどさ、なんか緊張する。あっ、水わかるとちゃんも回復してくれました。これぞ2対2のあれですね。ちょっとパートナーさん回復します。回復した、ちょっとは役に立ったんじゃないかな。自己主張激しい、役に立ったと思いたい。左の方は免疫が入ってたので、右の方に、ちょっと縦割り防御力ダウン入れたけと思ってやりました。あとは右のチームの方がちょっと攻撃ゲージが上がって、ね、左はまだ来ないと思うので、ちょっと倒してくれるかなと思ったら倒してくれました。ソウルストーンが厄介なので、風パンダで防御力ダウンを入れたい。入ってないので、カルプちゃんが。おで、生き返ると。ここで、まず、そう、この平常心を使います。これで反撃してくれるんで。なんか、どう、ね、防御ダウン入ってる青ヒーウニクシェイクかなと思ったんですけど、ソウルストーンの人を倒したい。あ、どうしちゃう、なんか吐くもんだもんね、うるさいもんねとか言っちゃった。結構強いね。どうしよう、何しよう。攻撃してみた。まあ左の子は多分そんなに脅威じゃないんで、なんかまあ、あともうすぐ倒せるので、ね、本当にいいかなという、あと倒してくれるかなっていう。お、生き返るね。ソウルストーン結構厄介ですよ、ね、お倒してくれました。左壊滅、はい、マジで おかげで、あ、お防御力ダウン入れた。よっしゃ、いいぞ私の風パンダちゃん、頑張れ頑張れ頑張れ。おお、呼ぶけで勝ちました。ちょっとジャッと打ってます。いやー、ちょっとびっくりしたな。勝ててよかった。ふう、すごい大変でした。まあそんな感じで、結構多分ね、なんか通話とかしながらとかだと、もっとよりね、楽にはできるんでしょうけど、一応チャット機能とかもあるので、これで話し合うこともできるし、ね、すごい楽しくて、結構、この動画を撮った後も何回かやってしまって、すごい楽しかったです。こう、なんか、自分のモンスターで、パートナーさんの、なんか、デバフとか、ね、こう、攻撃受けてるのを回復できたりすると、はあ、少しは役に立ったかなって思いました。はい、そんな感じです。でもさっきの試合は最後ね、パートナーさんがデバフとか入ってたんで、水オカルトちゃんで回復しようとしたら、降参してくれて勝つことができました。いきなり勝ってちょっとびっくりしましたけど、はい、やりました。でも本当にね、なんかこう一人でやるよりも、もう一人の方がいる方がこうなんかよりなんか相手のために頑張ろうと思えるので、2対2はすごい楽しいなって思いました。皆さんもぜひやってみてください。はい、では今日のコーデです。これはブラックコーデにしました。レザースカートにタートルネックを着てます。はい、というわけで最後に YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンぜひよろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。
上がる。